見つけたよ、ゴー君。探してたんだ。全然いないからもう負けちゃったのかと思ったよ。バーガー、この俺様がそんな簡単に負けるわけねえだろ。で、なんで俺を探してたの？もちろん、君と一対一で勝負するためさ。え？わざわざ俺とレースするために探してたってか？そうだよ。僕はもともとこの大会自体にはあんまり興味持ってなかったからね。まあここまでのレースはそれなりに結構楽しめたけど、やっぱり最後はゴー君と戦わないと面白くないなって思ってたんだ。優勝なんて別におまけでついてくればいいんだよ。大した自信だな。本当に優勝なんてどうでもいいのさ。ゴー君とレースしなかったら僕がここに来た意味がなくなっちゃうんだからね。いい？それじゃ本当に俺とレースするためだけに参加したってのか、お前。そうさ、ファイナルステージで最後にゴー君と走った時、僕すっごくワクワクしたんだ。ドイツにはゴー君みたいな強敵はいないからね。ミハエル。いいぜ、それじゃお前の希望通りとことんやってやるよ。そうこなくちゃ。勝負だよ、ゴー君。ああ、ファイナルステージの再現といこうぜ、ミハエル。楽しみだな。チクショー、負けた。これでファイナルステージの借りは返したね。それどころか1対1で負けたんだ。借りを作っちまったよ。でも本当にゴー君に会えてよかったよ。やっぱりゴー君とレースするのは楽しいね。今までで一番ワクワクしたよ。相変わらず調子のいいやつだぜ。こっちはめちゃめちゃがっくりしてるってのよ。これで本当の決着は次の世界グランプリでつけられそうだね。ああ、本当はめっちゃ悔しいけど、今回だけは勘弁してやる。でも今回だけだからな。その借りは絶対世界グランプリで晴らしてやるからな。覚悟しろよ。うん、本当に楽しみにしてる。負けんじゃねえぞ。
よいよ最後みたいだけど、何が目的の大会だったかよく分かんなかったな。それにゴー君とレースしたら、あとはもうどうでもよくなっちゃったよ。決勝進出おめでとう、ミハエル君。それでは最後のステージへご案内しよう。ん？今のがブルゾイっていう人かな。他のレーサー諸君もぜひ観戦しに来てくれたまえ。最後のセレモニーにな。ここがファイナルステージ？ようこそファイナルステージへ。挨拶はどうでもいいや。早く始めよう。ようこそアイゼンボルフリーダー、ミハエル君。や、今回は諸君らの参加とても感謝しているぞ。ここに呼んだ目的は何だい？まあそんな怖い顔しないでほしいものだな。君たちレーサーには本当に心の底から感謝しているのだからな。こっちも感謝してるよ。おかげでワクワクできるレースができたからね。そうか、ここまでのレースは楽しんでもらえたか。こちらも君たちのおかげで貴重な研究を進めることができた。今回の計画は成功だ。研究？いかにも。今大会で得たお前たちの走行データは我が研究に大いなる発展をもたらした。究極のマシンを創造する我が研究の名。僕らのレースで研究してたんだ。さよう。特にここまで残ったミハエル君、君のおかげで今回の研究も最終段階に入ることができた。あとは最後の仕上げを残すのみだよ。礼を言うぞ。研究とか仕上げとかはどうでもいいよ。ゴー君たちとレースできたから、僕の目的はもう果たしちゃったし、レースするなら早くしたいんだけどな。レース？そうだな。では君には決勝で我が究極のマシンの相手をしてもらって、研究の仕上げを終えるとしよう。今大会で最強を誇った君のマシン、ベルクカイザーを破壊してな。へえ。最強のマシンはこの世に一台だ。決勝の相手はこの私。最後の仕上げは君のマシンをこの世から消すことで完成だ。やっぱりそうなんじゃないかなと思ってたよ。でもそんなマシンで本当にベルクカイザーに勝てるとは思えないけどな。その元気がどこまでも持つか。では最終ステージを始めよう。決して君が勝利することのない最後のレースだ。あんまり面白くなさそうだけど、しょうがないか。ドキドキをベルクカイザー！
勝負だったね。ほう、これは意外だな。ほら、やっぱり無理だと思ったんだ。そんなマシンで勝てるわけないよ。ベルクカイザーを甘く見すぎだ。まあよい、こんなものは数ある我が研究の一部にしかすぎん。だがこれなら次はもう少し本気でやらねばいけないな。優勝おめでとう、ミハエル君。もういいよ、そんなの。早く帰らせて。そうか。仕方がない。今回はこの辺で閉会としよう。だが仕上げを残したままというのも気分が悪いな。ここももう用済みだ。少々計画が狂ってしまったが。ではこの会場もろとも君たちのマシンには消えてもらうとしよう。参加レーサー諸君、最後のフィナーレだ。機会があればまた会おう。ねえ、ちょっと。せっかくゴー君とレースしたところまでは楽しかったんだな。なるほど、レーサーを全員ここに集めたのに結局最後にこうするつもりだったからか。ずるいな。いけない、僕も急ごう。行くよ、ベルクカイザ
ワクしたよ。ね、ベルスカイザー。